よいしょっと。二人とも、そこに座りなさい。これはあなたのですか？これはあなたのですか？持ってないよ、こんなの。お母さんのじゃないの？母は十数年前に卒業しました。え、来てたの？そのおかげで、二人はこの世に生を受けることができたのですよ。図が高い。でも、だったら誰の？風で飛ばされてきたのかしらね。サイズも大きい。あ！しますか？奥さん、いい響き。あ、確かに私のだ。でもよくわかったわね。それは。よければ上がってよ。お茶くらい出すよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。新婚さんなんですか？結婚したてのほやほやだよ。ずいぶんお若いですよね。ピチピチの大学1年生。え？じゃあ旦那さんは？通ってた高校の先生。それいいんですか？禁断の愛？女の子はね、16歳で結婚できるんだよ。急に降ってくるの？びしょびしょ。お？雨止みそうにないし、うちで雨宿りしてく？だいぶ濡れちゃったね。風邪ひくといけないから、着替えるの手伝ってあげる。ダメです。先輩。愛ちゃんもいるんじゃないの？私は別に。おはよう、愛ちゃん。おはようございます、お兄さん。なるほど、お兄さんか。違います。誘惑するなら相談に乗るよ。大丈夫です。そういえば結婚式の写真は飾らないんですか？実は式は挙げてなくて。ほら、先生と教え子だといろいろうるさい人もいるからさ。あ、ごめんなさい。気にしないで。諦めたわけじゃないし、先生も絶対にあげるって張り切ってるから。いい旦那さんですね。まあ、私が焚きつけたからなんだけど。ねえ先生、私の花嫁姿見たくない？でね。うわー！